ハイアイルは基本的にとても平和だし、ここが好きだ。本土の混沌を忘れ、ゆっくりできるから。この島の気候は独特で、あらゆる種類の奇妙で美しいものを育んでいるわ。朝の後ろに乗って大切な荷物が届くはずだったんだけど、来てなくてね。我々がどうしていないと人々に信じさせなければならない。遠い昔、私たちドルイドはタムリエルとその苦しみを後にしたの。でもここで私たちの古き道は生き残った。騎士は持っている武器ではなく、誰と共にあるかで判断されるべきだと思っているわ。こうして島の燃える心臓が見えると、自然の秩序の雄大さと力がわかるだろう。自然の均衡が崩れてるんだ。嵐、そして炎が古き体制を打ち倒すだろう。あいにくの雨ですな。どっから行くんだろう。シップレックショールズ、これかね。この松明が、あ、そんな感じする。ここをたどっていけばシップレックショールズに入れると。なるほど。あ、そうか、島なんだよね。誰かいるよ。ティトゥス・ストロー。おい、こっちへ来い。どうした、ティトゥス。いや、お前は違うだろうが、私はお前を知っている。私はお前を知らない。目立たぬようにしながら重要人物に目を配るのは私の専門みたいなもので、こうして話している唯一の理由は、私がある問題に巻き込まれているからだ。どうした、何に巻き込まれた。カバナントのため相棒とシップレックショールズで機密情報を集めていたんだが、うん、ドレッドセイル海賊に捕まって離れ離れになった、ね。はいはい、カバナントにとって重要な文書をシーエルフに盗ませたままにできない。では情報を集めてほしいのか。ああ、それから相棒も助けてほしい。相棒ね。もし捕まっているなら一生過酷な奴隷暮らしを強いられるはずだ。ナリを助けて文書も取り戻すなら、カバナントからの報酬を全部渡そう。分かった、引き受けた。探してほしいものは3つある。敵の伝言は回収し、味方の文書は破壊、ナリは無事に連れてきてほしい。なるほど。どれも浅瀬の難破船かシーエルフのところにあるだろう。俺の船を使ってくれ。ダガーフォルカバナントのために何をしてるんだお前は。シストレス諸島を見張ってる。注目に値する人物や出来事から情報を集める。周辺で目を光らせている者と情報交換もする。くだらない連中だ、何も含めて。得るものは大きく上回るリスクを。なるほどね。で、相棒については。危険が伴う仕事だ。捕まった情報提供者は救出を期待すべきじゃないが、放ってはおけない。実はな、ナリは妹なんだ。妹なのか。シーエルフにさらわれることを許せば、今後は家族との関係がまずくなる。なるほどね。シップレックショールズについて他に知っておくべきことはあるか。シストレス諸島を通る航路は特に危険だ。潮の流れに引き込まれる小舟よりも大きいものは大抵が浅瀬に乗り上げる。派手にな。なぜこの周囲を回避しないんだ。内密に動くには魅力的な航路だ。そのため注意を引きたくない海賊や同盟の戦艦に好まれる。なるほどね。
このところ多くの船が失われているのはドレッドセイルの存在が関係してそうだ。なるほど。とりあえず妹さんを探すか。勝手に取ってても怒られない。なんかなかった今も。本じゃないのか。よし、じゃあ行きましょうか。シップレックシュオールズ、一応洞窟。絡まったリグと壊れた船体がこの危険な島の周囲を取り巻き、島へ近づきすぎる愚かな船長に警告している。シェルフにやられたのか、ハードリットにやられたのか。続きは一時停止してお読みください。毎度のことですが読み切れません、ロードが速くて。なんかあるな。さてと、あー、なんか猫の肉球みたいな島だな。道別になんか、あ、でもなんかあれだね、真ん中にちょっとでかい岩山があって、そこをぐるっと回っていく形だね。まあ行きましょうか。やられてるな。いるぞ。寝てるね。杖を背負ったまま寝ていますね。杖ぐらい下ろして寝たらいいのにな。まあいいだろう、好きにしなさい。この自鉄鋼があれば乾き足のやつ。なんか変なとこ入ってる。よいしょ。よし、またミンリーがやってくる。あ、宝箱あるんじゃん。19。よし、なるほどね、見張り台だここは。あれ、なんかミニマップ出てなくない？ちょっと待って、ミニマップのリロード、あ、これだ。あれ、すぐ消えちゃうな。なんだろう、ちょっとおかしいな。ミニマップの調子がよろしくないみたい。見ていきたいな。これがナンパ船か。全部これ上上がっていけんじゃない？なんかあるんじゃないの、ここに。あれ、何変わるわけじゃないね。でもなんかちょっと見晴らしのいいところには来れた。なるほど、こんな感じになっても、なんか上にあるね。あそこ行きてえな。小屋とかがありますよ。その滝があって、あっちはもう範囲外な気がするな。なるほどね。う
大丈夫だ。こういう檻に入ってんだろうな、きっと妹さんは。なんかあるぞ。敵の情報、これ読めないの？クエストアイテム、敵の機密情報、3期戦争に関連する機密情報、解読できなければ内容を読めない。なるほどね、暗号解読できるわけじゃないから読めませんよと。そういうことですか。うまくやってるな。なんだ、あれ、さっきまでお前寝てたろ。これは？いけるのかい、中に。いけるな、ハドリッド・ウォレン。一回行く？なんかでも入り口あるね、ここに。まあちょっと中行ってみよう。なるほど、岩山の中は空洞なんだ。下に降りれるね。ちょっと待って、上まず見てこうよ。いるぞ、ハドリッド。ドゥルージン。いって。ハドリッド武器持ってんだな。こっちに来る。中のチーズ。ボスいるね。こっから今来たのか。そうだね。なんかあるね。味方の文書、敵に奪われないように破壊。まだある、ボスのあたりにまだある。ここにボスいるぞ。あれか、イサラ船長。デビたちがお前を食いちぎる。できるかな。よし、いるぞ、妹ちゃんいるぞ。ナリ、待って、私は生きてる、置いていかないで。わ、助けに来たんだよ。ここから開けんの、これ。こっちか。ここから出して、お願い。あのシーエルフたちが私の口を割らせようとしてる。同盟の船を襲撃するため私に文書を解読させようとしてるの。もう
これ以上は耐えられそうにない。お前が何か。ティティス・ストロから救出と同盟の情報の処分を依頼されている。ティティスがあなたを見つけるまで私がリーフバイパーに噛まれながらどれだけこの檻にいたと思ってるの。どうせ家族よりくだらない書類の心配をしてたのよ。檻を開けてくれない？早く出たいの。わかった、檻を開けて解放しよう。神の恵みね。シーエルフはあの文章を解読するというまで私を少しずつ蛇に食わせる気だったの。私はここから逃げるわ。読めない暗号で書かれた文章を見つけたらシーエルフの手に渡らないようにしてくれると助かる。わかった。ついてくるわけじゃないんだな。よし、これでナリーは救出できた。ここにも出るとこあるな。どこだこれ。なるほどね。出口専用なんだここは。はいはい。プレイヤーさんがいますな。つまりこっち周りあんまり情緒が、うん、ないというか。まあでもいいか、うん、ついていこう。戦闘は任せて観光しよう。私は。なるほどね。よくあるやん、カラスに食わせるやつ。これ上がれるのか。上がれない。上がれませんね。なんか上にありそうな気もしないでもないんだけどな。スカイシャード近くにあるね。あれ、あ、道じゃないんだ。こっちが、こっちか。スカイシャードどうやって取るんだ。この上登っていくのかな。どうやら転がれる。おっ、やぶねえ。いや、ここ行けるか。あそこだな。いや、こっちは行けそうにない気がするんだけども。こっち側で登れるとこないか。上がれるじゃない、こっからだわ。正規のルールとあったわ。なるほどね、ここですと。よし、復活しちゃってる。
すまんな。あ、行けない。あれがドレッドセイルの海賊船。確かでも帆が黒いね。なるほど。でもシーエルフの船って感じじゃないな。どっかに繋がってるわけじゃないの。この機体に何かあるさ。中だ、この中だ。あ、ここから。敵の情報。よし、誰か来た。なんかすごいね、ドレモラみたいな。お、いたぞ、都度船長。ああ、レディアラベルに送り込まれたんだな。見ろ、見つけたんだ。何を見つけたんだ。ショールズについてシーエルフの海賊やハドリッドがたくさんいるのを見たとき、すぐレディアラベルに連絡して助けを求めたんだ。しかしここに隠れていたら見つかった。海が私に返してくれたんだな。何が戻ったんだ。私の船、カマルズ・ベインだ。なるほど。沈んだものだと思った。ヒストに感謝しよう。船はショールズに打ち上げられた。見つからずにここへたどり着くにはしばらくかかったが、お前が助けに来てくれた。船の確認を手伝ってくれないか。我が田難波船の探索を手伝おう。もうこの船は二度と出航できないだろうが、最後に一目見られてよかった。もしかすると乗せていたウィンドヘルムのイルンスカー王子に何があったか手がかりが見つかるかもしれない。うん、見てくれ。船体を確認してくれ。私は漂流物を捜索する。気をつけてな。わかった。このタイプだったっけ。パクトの船はバイキング船じゃなかったかな。あ、誰かいるぞ。ルナ、まだ戦えるぞ。イスリーン艦長。イスリーン、彼女はうちの艦班長だ。最高の人材だよ。船長、カイネに感謝を。助けが来るなんて思わなかった。船長と一緒ならできるかも。イルンスカー王子を助けたい。力を貸して。彼がいなかったら私は死んでた。イルンスカ王子の居場所を知ってるのか。場所はわからない。あの奇妙な嵐がやってきて、船が岩にぶつかった後、小さなボートで逃げようともがいていた。私は波に打たれ死を覚悟したよ。でもイルンスカ王子が私をボートに投げ込み助けてくれたんだ。その時何が起きた。ハマルズ・ベインが崩壊し始めたんだ。
私たちは嵐で海峡へと流され、海流が船の大部分をアメノスに引きずり込んでいった。私はできるだけ長く小さなボートに留まってからこの残骸へ飛び移ってここに着いた。それでイルンスカ王者はどうした？最後に見たとき彼は生きていて、漂う船の残骸にしがみついていたよ。溺れかけた者たちの悲鳴が嵐を押しのけて聞こえてきた。風が船の残骸をあらゆる方向に運んだ。イルンスカ王子を探さないと。うん、王子を探そう。邸宅に戻れ。レディ・アラベルに知らせよ。イスリーンが動けるようになったら私も戻る。なるほど、アメノスに行くような気がするな、これは。スゾ船長と私なら平気。イルンスカ王子を助けて。わかった。私はイスリーンの怪我の手当てをしてから安全な場所へ連れて行く。今すぐ情報をレディ・アラベルに伝えてくれ。王子が一人でアメノスをうろついたら危険だ。他の指導者もいるならその人たちも危ない。そうだな、全員アメノスにいるんじゃないか。あれ早っ。え、中にいたはずのズト船長おかしいな、何かの見間違いかな。なるほどね、なんか縄張り争いしてんだこのドレッドセイルとハトリッドで。この先だ。持ち帰る。あとはこの中ね。なるほど、途中で入る場所あったのか、見逃してたな完全に。障子切れてた。ここか。なるほど、ハトリッドのこれは領域だな。ハトリッドウォーレン、これさっきボス行ったとこだよね。なんか見逃してたのかな、もしかしたら。取るべきもの。傷つけたくはないんだけど、やらなくちゃね。待ってんのかな、船長。あったあった、これだ。味方の軍師よし、これで OK だな。これでティトゥスと話す。読みづらいな、ティトゥス。
からなら近い。いい準備運動になった。もう終わりだよ、無理。帰るんだ。あれか、よし。ねえ、この人が現れなかったらどうするつもりだったの？もしお前が妹じゃなかったら今頃は。待てなり、奴らだ。お前の行いは皆に知られているようだな。全てうまくいったと考えていいのか？情報を集めてパートナーを救出した。同盟となりを救ってくれた。どちらかだけでも約束した報酬に値する。文書はしっかりとふさわしい者の手に渡るようにしよう。それとまたどこかで会うことがあっても、その時は知らん顔をしてくれ。シーエルフどもがここを占領してしまったのは残念だ。ここは秘密の交換に最適な場所だったのに。まあ場所には変わりはあるが、妹は替えが利かない。そこは後悔している。ナリは動揺していたぞ。状況を考えれば当然だろう。だが私に不満をぶつけるのはどうかと思う。知る限り最善の方法で対処したんだぞ。ナリに続いて突入していたら二人とも捕まるか、それ以上にひどい事態を招いていた。なんで言い直したんだ。なんかあれだね、これ多分本当にあの声優さんが言い間違えたのをそのまま使っちゃってんだね。まあいいか。まだ終わってないわよ、ティティス。あなたがここでくつろいでいる間、私は藤壺にまみれてたんだからね。それが仕事なんだよ。危険は知っていたろ、最初に。殴られた。すげえ嫌な音したけど、ブチャって音したけど。おっと、今のがこういう仕事に伴う危険ってことね。完全に鼻がぐちゃってなったね、今ね。ブチャって音した。嫌な音だな。恩知らずだなんて思わないで感謝しているわ。どうした？ただ他人に命を救われている間、自分の兄が突っ立って見ていたのよ。腹が立つわ。急に口を閉ざした。彼大丈夫か？ああ、平気よ。少しだけ腹痛があるかな。ああいう仕事じゃ苦しむって言ってもその程度なのよね。それでナリは大丈夫なのか？ええ、ありがとう。傷はたくさんできたけど、これからは大丈夫よ。手術を手伝うのはもうこれで最後にするけどね。それがいい。でダガーフォールカバランドのために何をしてるんだお前は。はあ、別に雇われてないわよ。ティティスもそう。直接はね。ティティスは密告屋よ。懐を潤してくれる相手に情報を売る。なるほどね。楽な稼ぎ方なんだって。まあ今回は違ったけど、で彼はぐちゃって言ったけど大丈夫か？ああ平気よ。少しだけ腹痛があるかな。ああいう仕事じゃ苦しむって言ってもその程度なのよね。まあ大丈夫でしょう。動いてる。よし、じゃあ行こうか。マンドレク邸に戻ればいいのか。ちょっとその前にいろいろ散策したいな。ちょっとぐるっと回ろうか。これは最後の暗息。なんかこんなクエストあったっけ？あ、なるほど。ワールドボスいんのかな、ここに。ちょっと、ここ行ってみようか。デイリーのクエストを受けたまんまにしているから、多分それだと思うんだ。せっかくのいい景色が雨で台無しだな。まあ台無しってこともないんだけども、雨降ってもいい景色はいい景色なんだけどさ。ね、せっかくだったら晴れててほしいな。クマちゃんがいる。クマ多いよね、ここの島。オオカミ。やめとけ。
自然のこう動物が多いというかね。商人さん、クローデットさん。行き先を気にせずホタルについてったことはある？ないな。私はそうやってここに来たの。了承しながらね。私には合ってる。いいな、いいキャラクターだな。先人の視力、コンパニオンの弓、貫通力か、うん、いいや。コンパニオンの剣、普通のやつだな。コンパニオンの工程、バフとデバフの持続時間が 1.8 秒、 1.8% 延長。虚無の鉄の工程、コンパニオンの盾、青地のだな。でもそんなにいいもんじゃねえな。どんどん打ちまおうかな。あ、余ダメージ 1.2%、 ちょっと残しとこうか。森の番人、アイランダー、うん、よし。そういえばミンリの装備ってどんなんだったっけ。何かある？コンパニオンメニューか。装備、青地の武器、あ、緑もあるな。余ダメージアップでちょっとやっぱり固めたいね。貫通力か、ちょっとなんか変えないか見てみるかな。余ダメージで固めたいね、この辺りも。 DPS だから、ね、特化した遠隔 DPS だから。あれなんだろう、パウンがいるからパウンの巣なのかな。なんか喋ってんな。なんかこれ上がれる感じじゃねえな、壊れちゃってるもんね。それでも行けんのか。あ、行こうと思えば行けそうな気がする、行けそうな気がする、行けそうな気がする、行けるな。はい、よし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 、いける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 。もうこっち側あんじゃねえかよ。普通にいけるとこあんじゃねえかよ。なんだよ。宝箱あった。はい、まあ得てしてこういうもんです。ちょっとこっち側行きたいよね。北側をぐるっと行きたいな、うん、あれはなんだろう、あそこのクラフトセットの大理石だな。どっかで見たなこれ。でもあれだね、グレナンブラの森で見たやつとちょっと違うね、やっぱり。ドルイドの大理石はやっぱり、ウィルドの魔女たちの大理石とはちょっと違うな。これはストーンロアの火事と生産。すごい溶岩で鉄を溶かしたりするんだねこれね。なんだっけ、大蛇の軽蔑。どういうセットでしょうか。与えるステータス効果の持続時間が16秒上昇する。へえ、面白いっちゃ面白いね。なんかさ、こうね、ステータス効果を
が発動してる間にちょっとね、あのバフがつくみたいなのもあるじゃない。そういうのと相性がいいのかもしれないね。誰かいるの？もう人がいない。なんかでもクエストを受けれる。今アイコン出てなかった。出てた。ドルイドジェンド。え？蝶々に？ついていけばいいのか。おお、びっくりした。たくましき旅人よ。少し時間はないか。ノードやられてんな。大丈夫か。ああ、蝶が力強い助けの手を見つけたか。お前が蝶を追いかけてきたというのなら、ストーンロアサークルのドルイドを手伝う時間もあるだろう。まあね。私ももう若くない。ぜひ力を貸してほしい。何をすればいいんだ。火山が外からの力に促されたかのように活動しているのだ。まずいことに、休眠していた火山の裂け目まで急に活動し始めた、うん、原因を突き止めなければ想像を絶する破壊がもたらされるかもしれん。なるほどな。何をすればいいんだ。それで裂け目の調査を手伝ってほしい。裂け目の調査。最善策を見極めるには現地で霊魂と交信しなければならないが、活力に満ちた者がいなければあの霊魂たちは捕まえられん。二人いた方が儀式も楽なのだ。協力してくれたら報酬も払おう。わかった。じゃあ火山の裂け目を調べて霊魂と話そう。それぞれの裂け目で捕まえる虫は自然の霊魂への使者となる。その後は儀式を手伝ってほしい、うん、さあ急ごう。時間は少ない。お前も溶岩とは戯れたくなかろう。そうだな。で、火山が外からの力によって促されているとはどういう意味だ。ああ、私は外からの力に促されたようだと言ったな、うん、それはあくまでこの老いたドルイドの見立て。確かなのはこの活動が奇妙だということだけだ。なるほどね、うん、だが自然の多くはイフレとアースボーンズの賜物だからな。なるほどね。ストーンロアサークルの一員なのか、あなたは。そうとも。私がエルダータイドサークルのものだったら友好的な会話はできておらんだろう。運が良かったな。ファイアソングサークルについてはよく知らんが興味もないよ。で、以前にストーンロアサークルを助けたことがある、私はな。ほう、そうか、うん、私の見立ては間違っておらんかったようだ。彼らを助けてくれて感謝する。お前が我々の味方だと分かって安心したよ。ドルイドを疑いの目で見たり、もっとひどい味方をする者は多いからな。自然の霊魂とどうやって交信するんだ。簡単だ。私は年寄りだが今でもドルイドだぞ。イフレの意志の仲介者であり、それゆえに私の魔法は自然の保護や自然との対話の助けになるのだ。なるほどね。私が望めばお前の足の下に花を生やすこともできるし、霊魂も呼べるぞ。ではなぜ手伝いがいるんだ。虫を捕まえるには素早い手が必要だろう。それに儀式を行うにはお前の活力も少しばかり必要なのだ。なるほど。何かを捕らえたら私に向かって解放してくれ。そうすればお前と虫の力を引き出し霊魂と交流できる、うん、とりあえずヨガの裂け目をす。ここね。はいはい。だ、北から行きたかったんだけどな。まあいいだろう。あれだ、こんな感じであるのか。輪っかから見るのかな。あ、くぐれる。あ、来た来た来た。あそこの小さいのを捕まえろ。これか。なんか大丈夫。ミンディに怒られたりしない、これ。はい、よくやった。さて儀式を実行しようか。そこに立って蝶に深く集中してから私の方へ放ってくれ。
に立って、よいしょ。蝶の霊魂は理解がとても難しく、悪名高いが役に立つと思う。続けよう。何だったん？今のはよくわかった。虫の霊魂は一風変わっていてな、いつも話が早くてなかなか分析できんのだ。霊魂から何を学んだんだ今？言葉にするのは難しいな。蝶は生まれながらに気まぐれな生き物だが、不安を感じるとその傾向がさらに強まる、うん、自然の秩序に混乱が生じたのがごく最近のことだということは伝わってきた。なるほど、こんな感じか。次だな。次はいい川だな。絶対釣りしてたらいいとこだこれ。意外と深いな。まだまだまだ。ほっ。そっ。あ、ジャンプできず。ジャンプできずです。なんかあるんじゃないかこれ。何、なんかいる。ネレイドのお姉さんがいた。よし、もうちょい先だ。ワニいるな。ここで釣りしてたやつを狙い撃ちしてたのな、こいつは。いいなあ。おっと、重い袋だ。これだ。ドラゴンフライ。いいのがいたぞ。捕まえてくれ。これな。よいしょ。よし、いいぞ。そこに立って集中し、トンボを私に向かって放ってくれ。慎重にな。はい。トンボは詩人だ。霊魂はここにマジカが凝縮されていると言っている。心配だな。ここに気になる情報だが断片的でしかない。さあ続けよう。マジカの凝縮と言ったか。ああ霊魂も私もその根源を突き止められはしなかったがな。だがどこであれ、あるべきでないマジカが大量にあるのは問題だ。パズルのもう一つのパーツだな。はっきりしねえな。もう一個探さなきゃダメか。であれだな、ここにワールドボスいるね。そしてクエストの対象だ。ちょっとやれないか見ていこうか。これこっから行く感じじゃないの。行けるのかな。でも行けないな、これ。行けないようになってるな、これ、うん、どこから行くんだろう。入り口がわからん。なんだファンフォールズ。
どするね。ちょっと待って、スキルを入れ替えよう。どういうスキル配列にしてたかな。グラシャログ。足を動かせ、オーグリムじゃ。これだな。あ、ちょっと待って、これで一回これにして、確かにチャンピオンポイントがね、変換されてんの。そう。なんかうまく機能してなかったみたいなね、バグが見つかったらしくて。まあ、スタートは、はい、でだ、クリティカルダメージ、マスタードワームズ、アイアンクラッドにしないでね、ソロだから。どうしようかな、武器の専門家。出してよし、行こうか。どこ行った？変なライン出ることが、あーときあった。これこれをくぐっての、無敵なのか。こいつ先やんなきゃ。何事？何かの巻き添えに食らったな今。
の？いやー、もうワープすんな。痛い。どこ行った嘘いた気づかんわ。死なないで残っててくれ。死ななければいい。ここだ。なになになに、なんかあるぞ。折り返しみたいのがある。なんでよ。また最初からか。ちょっと待って。あれを入れてえな。防御姿勢。で、太陽の。弾幕じゃねえ、太陽の弾幕か。これか、これか。意外とこのあれか、この光のラインを避けなきゃダメだ。やばい、痛っ。ちょっと待って、舐めすぎてる。
外と痛いな。今ので湧くんだな。終わったね。どこで、どこに死んでるんだ。あ、これだ。よし、オッケー。で、なんか拾うべきもんがあったな。あれ、ちょっと DPS だとちょっとしんどい気がするね。このビルドだからいけた感じするけどよし、これデイリーが一つ完了しましたね。で、溶岩の裂け目、これか。なんか道違ったな。行けるのかな、ここ。行ける行ける。大収穫。ハグがいる。ハグがスプリガンに何かしてる。何かやってたわけじゃないんだ。次はこれはアイランドモス。すばしっこいのがいるぞ。手に入れてくれ。これだ。はい。おお、よくやった。今度は儀式の進行を手伝ってくれ。これをポールでは話そう。ああ、よくわかった。手伝いに感謝するよ。それにしても素早いな。
私も以前は空中にいる虫を捕まえられたんだぞ。昔の話だからな。話がそれたな。仕事に集中しようか。片目失ってるから多分今距離感つかめずに、あれだね、捕まえられないんだろうねきっとね。レイコンが火山の裂け目の塞ぎ方を教えてくれるのか。ある程度はな。自然の霊魂は常にはっきりした形で更新してくるわけではない。たとえドルイドに対してであってもな。我々は単なるイフレの意志の観察者に過ぎんのだ、だが分かったことをもとに仮説を立てた。とても混乱する仮説ではあるが、分かった聞こう。霊魂におびただしい魔力が存在していることに気づいたのだ。裂け目と火山内部のどちらにもな、火山の力を手にできるのは我々だけだが、それは理屈に合わない。火山の誘導など従う理由があるか、防げるのかそれで。永遠に塞ぐことはできん。だが活動の性質は分かった。裂け目を沈める儀式はできる。それで目前の脅威は去るだろう。しかしそのためにはまたお前の若い足が必要だ。なるほどね。どうだ、ホタルのことはどう感じる。ホタルをどう感じる、なぜそんなこと聞く。儀式には調整されたホタルが必要なのだ。調整された、私は常に何匹か持ち歩いている。受け取れ、優しくな。一番大きい裂け目にホタルを入れてこい。裂け目はここからすぐ北にある。心配するな、ホタルには何の害もない。それを聞いて安心した。ヨガにホタルね、放り込んだら焼けちまうだろう。で、一番大きい。これか？これだな。ギャリックズレスト。あ、この上だ。ああ、確かにちょっとでかいね。急げ、こっち。遅すぎた。なんとか封じ込める。邪魔だ。どうすんの？え、敵が出てきたけど。歯の化け物どもを裂け目に到達させるな。裂け目に到達させるの何を？これか。いてく。いいぞ。お前がホタルを使い封印する間に裂け目を安定させる。わかった。うまくいったのか。ここにホタルを、よし、これどっけ。これどっけなのか。もう少し安全な場所に行って話そう。今はうまく抑え込んでいるが、もう少し涼しいところで話したい。さあ、ここを離れよう。わかった。どこであんの。これか。ちょうどこの辺りの観光ができていいな、この山の上っぽい気がするね。アンチモノリス、応答きた。力をもらったぞ。手伝ってくれてありがとう。私だけでは無理だっただろう。
お前は戦場における脅威の存在だよ。助かったよ。本当に活力に満ちているな。儀式は成功したのか、それで。とりあえず火山の裂け目の活動は収まっている。当面の危機は去ったよ。とはいえ根本的な謎は解けていない。誰が火山を目覚めさせる魔法を使う？その理由は熟考せねばならんな。あ、さあ報酬だ。協力に感謝する。ありがとう。感謝する。お前が手伝ってくれなければ溶岩の裂け目に対処する方法を発見できなかっただろう。活性化した理由もいずれ解明できるかもしれん。とりあえずは大惨事を防げてよかったよ、うん、でこれからどうするんだ、あなたは。全力で新たな火山活動の原因を特定するつもりだよ。お前のおかげでイフレの怒りが溶けた溶岩に溺れる心配はなくなったからな。時間をかけて調査ができる。うん。原因についての仮説はあるか。過剰な魔力が存在しなかったらイフレの頑固で厄介な意志の一つに過ぎないと思っただろう。だが今回はそれ以上の何かがある。私の腹の中で嵐のように激しく恐怖が渦巻いている。あるいはこれは単なるガスなのかもしれん。その違いが誰にわかる。なるほどね。おならが溜まっているという話ね。ここは何だろう。ドルイドの昔よ、ここにドルイドのね集落があったんだけどね。今ではないけどもっていう形じゃないでしょうか。デスバロー砦の探検者、ちょっとこれ行くかい。いやでもこれはちょっとあれだな、多分クエストで行くだろうから、そのうちね、うん、こういうところとかね、ギャリックズレストとか、その時に入ってきたいから初めて。とりあえず報告しようかね。それで買い戻りました。なんか長いね、読み込みが。あ、来た。混んでんだな、今。お前が王の命を救ってくれたのか。ありがとう。レディアラベルと話す。中か。
リバナさんもいらっしゃる。レディアラベルが上で待っているわよ。ベルシア。リバナと私は古代のドルイドのサークルで見つけた品をもう少し調べてみる。超越の魔導士とその計画についても詳しくわかるかもしれないから。うん、頼むぞ。ベイルシアと私を手伝い、森の乱れの源を特定してくれてありがとう。私たちに手伝えることがあったら言って。美しい。相変わらず美しい。みんないるのか。ザジは超越騎士団の拠点で何を見つけたか聞いたぞ。この船がジテッコ、みんなを殺す魔法の嵐を乗せるとはな。ザジが前もって知っていたらもっとビールを持ってきたのに。レディアラベルはほとんど持っていないんだ。そういう話。ビールじゃ解決できないだろう。ジャガンもいるな。そうだ、捜査官ベイルのねえ、一回しっかり読みたいね。変だと思わないか。レディ・アラベルは捜査官ベイルの作者だってことも、あれが自分の話だってことも否定してる。でも家にはたくさんあるんだ。ああ、この鳥の仕掛けはいいぞ。最後のどんでん返しが好きなんだ。本読むんだな、お前な。そういうキャラじゃないと思ってたけど。ちょっとレディアラベルと話す前にカリーン船長いないかな。いないね。この家はもう取り放題。中庭にいるのかな。無事に戻ったわね。それで成果はあった？ツゾ船長はショールズで何か重要なものを見つけたの？ツゾの難破した船と生存者を見つけた。イルンスカ王子はアメノスに流されたそうだ。なるほど、倉庫長が言っていたことと一致するわね、うん、イルンスカ王子がまだ生きていてアメノスに着いたなら、他の同盟の指導者たちも到着しているかもしれない。かもしれないな。もちろんだからといって無事だとは限らないけど。どういうことだ。あの島でかろうじて人が住める場所はアメノス監獄くらい。島の残りは野生のジャングルで、危険な植物や野生動物、ギャング化した囚人たちがひしめいているの。なるほど。気軽にお散歩できるような環境じゃないわ、うん、アメノスには法も秩序もないってことか。モーナード家がアメノスの統治を任されているけれど、彼らの管轄はアメノス監獄と栄装に制限されているの。ジャングルは囚人たちの好きにさせているのよ。なるほどね。王族たちはジャングルに流れ着いたか、モーナード家が彼らの到着を秘密にしているか、そのどちらかね。ではアメノスに行くのか。ええ、もうすぐね。必要な手配が終わるまでに準備を整えておいて。準備ができたらアメノスへ向かうわ。とりあえず今はあなたが集めてくれた情報に感謝しましょう。報酬を受け取って。ゴールドでは得難い働きをしてくれたわ。ありがとう。超越騎士団について調べれば、行方不明の指導者を探す手がかりが見つかるかもしれない。そう考えて調べてみたら、アメノスにいるはずだという信頼できる情報が入った。なるほどね。火は鍋から焚き火へと、アレスおばさんがよく言っていたのを思い出したわ。鍋から焚き火、どういう意味だ。ただの例えよ。あなたとはまだ契約中だから、救出の先陣をお願いしたい。島へはジャカーンが同行するわ。到着後は二手に分かれて王族たちを探して。分かれるのは危険だけれど、少しでも広い範囲を捜索したい。うん、どうすればその島に行ける。囚人輸送船に乗って、デュフォード港からアメノスへ向けて定期的に出港しているわ。バスラッシュ船長とは契約を結んでおく。バスラッシュ船長、彼女とは親しい間柄だから。ボークだな、完全に。私はカリン船長たちと打ち合わせを終えてから、ジャカーンと一緒に港へ向かうわ。分かった、デュフォード港で会おう。あなたがデュフォード港に向かっている間、私は同盟の船長たちと計画を考えるわ。
成功させるには彼らの協力が必要だから。バスラッシュ船長があなたを島まで届けてくれるわ。十分な金を払えば彼女は絶対に断らない、うん、同盟の指導者を見つけたらどうやってジャカーンと脱出するんだ。カリーン船長、スゾ船長、ザジ船長が救出のために船を調達してくれたわ。アメノス周辺の水域は危険だけど彼らの腕は信じていい、うん、もっと密偵を送ってあげたいのだけれど、あまり目立ちたくないの。目立ちたくない、なぜだ。あなたが囚人輸送船で移動したのと同じ理由、モーナード家に警戒されないためよ。なるほどね。まだ彼らがどの程度関わっているのか、そして同盟の指導者たちへの行動が彼らの独断なのかがわからないからね、うん、他に質問はある？それとももう取り掛かる？そうだね、バスラッシュ船長と船についてもっと教えてくれないか。ああ、バスラッシュは素敵な人よ。最高に気が合うと思うわ。私は彼女がセンチネル沿岸で密輸をやっていた時に出会ったの。今はモーナード家が貸し切った船を担当していて、囚人や物資をアメノス監獄に運んでいるの。なるほどね。アメノスは常に監獄だったのか。いいえ、違うわ。以前は海賊や密売人たちの停泊所だった。その後、帝国が好ましくない人物を捨てるために最適な場所だと判断したのよ。例えば政治犯や戦争犯罪者、敵対する貴族とかね。上級王エメリックもその習慣を続けているわ。なるほどね。アメノスについて他に知っておくべきことは？島全体が古代の火山の上に位置しているわ。切り立った断崖とノコギリ刃のような岩礁に囲まれ、辺りを危険な潮流が取り巻いているおかげで、アメノスは牢獄に最適な場所、天然の要害となっているの。なるほど。島で唯一安全な上陸場所がアメノス監獄の港なのよ。ではアメノス監獄は町なのか？そう呼んでもいいかもしれないわ。近くの牢獄の防御策にもなっているしね。最悪の罪人は牢獄ではなくジャングルへと追放されているけど。なるほど。帝国はかつて囚人をアメノスに送っていたわ。そして今も変わらず権力者たちが消えてほしいと願う人たちの廃棄場なのよ。なるほどね。囚人はジャングルを自由に動き回れるのか？彼らは囚人に何かをしている、処理と呼ばれる何かをね。それが済むとアメノスのジャングルでしか生きられなくなるそうよ。どこか別の場所に行くと命を落とすとね。少なくとも囚人たちはそう伝えられているわ。ジャングルは処理され牢獄から出た囚人たちが支配している、ギャングみたいにね、うん、処理についてもっと教えてくれないか。どういう方法なんだ？厳重に守られた秘密なのよ。なるほど。囚人が追放の対象として選ばれると、ある種の魔法か錬金術の処置を受ける。その後はジャングルでしか生きられなくなるとだけ伝わっているわ、うん、事実なのかって？それが事実かは関係ないわ。囚人たちがそれを信じているのだから。なるほどね。モーナード家はどうして担当するようになったんだ、アメノス監獄を？モーナード家はダガーフォール王のために牢獄を運営している。カシミールか。彼らは収監者の交換、ジャングルの鉱山、その他の囚人の労働から利益を得ている。そして彼らはアメノス監獄を維持している。島で唯一の文明もね。なるほどね。なぜ我々ここに何をしているのか確認したい。あれね、ストーリーを振り返るやつだね、これね。一応聞いてみようか。私も時々日付の感覚がなくなるわ、うん、私は和平交渉の警備のためバカロ教に雇われた。そして同盟の指導者たちを無事ハイアイルに送り届けるための手配を監督した。不運にもその計画が超越騎士団に気づかれてしまった。なるほどね、うん、まあいいかこれ。待て、なんだって？なんだ監獄と？俺は意見できないのか？口説き文句に使える武勇伝がまた増えると考えてみて。置いていかれるなんて我慢ならないでしょ。そうだな。俺の考えは簡単に読めるらしい。簡単に丸め込まれるな。本のようにね。レディーには簡単に丸め込まれるな、ジャカン。手のひらの上で踊ってるじゃないか、お前。完全に。あ、イスリン船長来てる。イスリン船長ね、イスリン甲板長。ショールズで私を見つけてくれてありがとう。大丈夫。少し蜂蜜酒を飲めば元気になるから。
他の船員も岸にたどり着いてればいいけど。フロリン・レラウド。心配しなくていいわ。少し休めば彼女は平気よ。ここからどっから出るんだったっけな。これだ。